こんにちは、レトスの小野です。本日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の値上げまであと数時間となりました。明日の21日になると値上げとなってしまいます。本日の夜中の23時59分までは今の価格ですが、明日21日になると値上げとなりますのでご注意ください。今から理解学習を実践できれば次の試験で合格することができます。一方で丸暗記学習だと次の試験だけじゃなくて、その次の試験まで落ちてしまいます。それぐらい勉強の仕方っていうのは重要なんですね。もし自分自身で丸暗記学習になっているなと思っているのであれば、今すぐ勉強の仕方を変えていきましょう。そうすれば合格できます。もし自分自身で勉強の仕方を変えることが難しいと思うようでしたら、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導で使う教材は理解学習が必然とできるように作っているんですね。なんで誰でも理解学習を実践していただけます。もし次の試験であなたが絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。あなたの受講をお待ちしております。それでは本日の3問に入っていきます。1500万円の債務を A、B、C が連帯して債務を負っている。負担部分は各自500万円とする。連帯債務者の1人 A が債務を免除された場合、 B、C が連帯して1000万円の債務を負う、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×ですね。1000万円ではなくて1500万円です。連帯債務において債務者の1人が債務を免除されても、他の連帯債務者に影響を及ぼしません。つまり免除は相対項なんですね。したがって A が債務者から外れて、 B と C が連帯して1500万円の債務を負います。絶対項と相対項の意味はきちんと理解して、免除が相対項であることを頭に入れておきましょう。まあ、この点はしっかり理解してほしい部分なので、個別指導では考え方をもう少し細かく解説させていただきます。で、問い2に入ります。クーリングオフですね。宅建業者でない買い主 B は宅建業者 A に対して A 所有の建物の物件の説明を自宅で受ける申し出を行い、自宅でこの説明を受けて即座に買い受けの申し込みをしたと。後日勤務先の近くのホテルのロビーで売買契約を締結した場合、 B は売買契約の解除はできない、丸か×かという問題です。で、答えは丸です。解除はできません。申し込んだ場所と契約を締結した場所が異なる場合は、申し込みをした場所で判断するんですね。今回の問題で言うと、申し込み場所ってどこかっていうと、買い主が自ら自宅で説明を受ける旨の申し込んだ場合における自宅ですよね。つまり自宅で説明を受けますよって言って自宅で申し込みをしたということです。で、この場合っていうのはもうクーリングオフできないんですね。したがって B はクーリングオフによる契約解除はできないので、丸になるということです。そしてクーリングオフについては解き方、考え方があるんですね。で、それに従えば引っ掛け問題であったとしても全て解けるんですよ。ただちょっと説明すると長くなりますので、今回すいません、省略させていただきます。この点については個別指導でお伝えいたします。で、問い3ですね。地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域内において、建築物の建築等の行為を行った者は一定の行為を除き、当該行為の完了した日から30日以内に行為の種類、場所等を市町村長に届け出なければならない、丸か×かという問題です。答えはこれ誤りですね。行為を完了した日から30日以内ではありません。今回の問題は行為が行った後に届け出することになっています。この点が誤りなんですね。届け出が必要なのは行為に着手する日の30日前までなんですよ。事前に届け出が必要なのであって、行為が終わった後では遅いって話なんですね。また注意していただきたいのは、届け出先が都道府県知事ではないということ、市町村長であるということですね。あと許可は不要だと、届け出でいいんだという、この2点は頭に入れておきましょう。で、地区計画についてはポイントを抑えられたらこれ得点できる部分なんですね。すごく得点源になる部分なんで、個別指導ではポイントをまとめて解説しているので、効率よく一気に学習できます。そして初めにもお伝えをした通り、個別指導の値上げまであと数時間となりました。明日になると値上げになりますので、もし次の試験で絶対合格したいと思っているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。
個別指導では合格するために必要な勉強法である理解学習をあなたに実践していただけます。次の試験で絶対合格したいというのであれば、ぜひ個別指導ご検討ください。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講をお待ちしております。レトスの小野でした。